あのうんちはするんだけど、そんな前ほど出っ放しじゃなくなりましたね。で、健康チェック表に書いてあるか。で、血液はちょっと緊急性じゃないから送りましたんで、はいはいはい、なんだっけ、3日ぐらいしたら効きます。2、3日行きます。ただまあ病院でちょっと白血球多いですね、戦ってます。ただ赤血球低いです。これね、600万ぐらいです。この辺はでも、うん、この辺はちょっと飛ばしてね、これ、はい、それ高かった、これ結晶版、はいはい、これもうちょっと増えてほしい。46万だから普通なんですよ、うん、普通じゃダメなんです。普通じゃダメなんです。増えなきゃダメだから、そういう面からいくと低いなと。あ、なるほど。それからこの HCT っていうのが、これあのヘマトクリット値、要は赤血球の容積、これは45ぐらいですよね、低いですよね、うん。まあ、白血球の数だけはちょっと上がって頑張ってるんだけど、他のがね、ちょっと低いから、とりあえずこんだけね。あれ、書いてある外傷だね。今日はね、一応70と30、はいはい、時間ちょっと書いてないけど、で薬は夜の薬で飲ませました、はい、で下痢止めは2回とも飲ませました。昨日が70度だから、朝を多くして夜を少なめに、そうするともしかして夜食べるかもしれない。で、ゼロですね。元気は、まあ、朝が75だったら75ぐらい。で、これは S が少しがさ、2回ぐらい。おしっこはたっぷり。で、体重が嬉しいことに。そうですよね。ちょっと食べただけでね。うん、いや、それと出るのが少なくなってる。なるほど。いっぱい出てたもんね。うん、そう、だから食べてもさ、下痢がすごいとさ、水分で出ちゃうからさ。人間もそうですよね。はい。でこれね、つけてください。はい、じゃあ、瀬山さん。呼んで、瀬山さん。何してる？みんなが一緒に泣いてるから。みんな自分だと思う。みんな自分だと思う。ほら、ちょっと違うじゃない、泣き方。うん、出して。ちょっとまだカラー外さないで、お尻もう一回チェックするから。リードつけたらこっち来て。